皆さんおはようございます。谷修です。ちょっと眼鏡曇ってますけどね、134回目の渡り町に来ております。今日から3日間ね、いちご農家さんのお手伝いをさせていただきます。これ毎年やらせてもらってるんですけどね、はい。でメインはね土入れの作業なんですけど、とりあえずそのちょっと土入れの作業に準備があるということで、今作ってくださってるんで、その間に箱作りを、しております。はい。これもね、ちょっと時々やらせていただく作業なんですけれども、なんかね、同じ作業にこう、没頭する人が、得意な人とね、そうじゃない人といると思うんですけど、私はもう、どっちでもないかもしれない。なんかすごい乗り気な時と、そうじゃない時と、集中力によるんですけど、なんかね、何も考えずにこう、できるといいですね。はい。ししろさんは出演は OK ですか？今日はね、カメラマンの、いつもライブで撮影いただいているししろさんと一緒に来てるんで、ちょっと動かしてみよう、こいつが。よっ。ほら、ね、これほら、ししろさんです。お手伝いいただいております。はい。今日ね、あいにくの渡り町お天気なので、私のことをね、作業中の私を撮っていただいたりとか、ちょっとね、明日歌う機会もあるので、そこで撮影していただいたりとか、以外はね、基本的にお手伝いをしていただくということで、契約しておりますので。契約ってなんだ。はい。よいしょ。やっぱ話しながらやると遅くなりますね。うん、でもあれですよ、このやっぱ箱も、もしかしたらこれね、私が作った箱、皆さんのお手元に届いてるかもしれないですね。どれぐらい、1年でどれぐらい出荷するんだろう。後で聞いてみましょうね。なんだろう、1万とか2万とか出荷するんですかね。この箱に4パック入るんですけど、ここにこう4パック入るんですけどね、それを4パック入ったやつを、これを1枚と数えるんですね。はい。ということで、何千枚なのかね、半年間で何万枚なのかわかりませんけどね、何万だとしたら本当これ何万分の1しかお手伝いできてないことに、ね、なりますけど、なんかまあ少しでもね、お役立ちできるといいですね。うん、ということで、今日から3日間、ミュージシャンから農家さんに転職したいと思いますので、また違う作業になりましたらね、動画を回したいなと思います。はい、では作業に没頭させていただきますので、どこでしょうか。じゃあまた。